経営者として会社や社員のために私は何ができるだろうか。お疲れ様。経営者として会社や社員のためにできること、それは些細なことかもしれない。それでもできることであれば私はやる。それが経営者の責任ではないでしょうか。あれ、誰電気したの。私です、社長。社員の皆さん、今日は定時で帰りませんか。もちろん仕事は大切です。でもね、家族と過ごすのはもっと大切なんじゃないのかな。今日はゆっくり家族や好きな人と過ごして、また明日からみんなで元気に頑張りましょう。帰るの早いね。